さてと、パソコンパスに PT エンジンを設置したんですが、やっとヒートマップ来ましたよ。最初ね、こっちのね、アテンションの方しか表示されなくて、こっち側のクリックマップってゼロのままで全く表示されなかったんですけど、どうもこっちのね、解析はかなり時間がかかるみたいで、だいたい2日放置してたんですけど、そうすればいつの間にかできてましたね。で、早速内容を見てみましょう。まずはこっちのアテンションの方を見てみましょう。まあこれはだいたい予想通りって感じなのかな。まずこれからわかるのは、ここのタイトル、パソコンパスのタイトルは、まあ当然ですけど誰も見てないよということですね。お知らせと新着記事一覧。ここはやっぱり皆さん見てますね。当然ですわな。で、新着一覧は下に行くほどどんどん、見る人が少なくなっていきますと。これも当然ですね。ちょっと意外なところがここです。レビューがある機種と推奨機種と非推奨機種、これが並んでるところがあるんですけど、ここあまり見られてないですね。さらにちょっとよくわからないのが、なぜかこの辺のリストの中盤あたりが、こっちの上の方よりも見られてるよと。これ計測ミスなのかな？よくわかんないけど。なんでなんだろうね。まあでもデータとしてはこういうデータが出てます。で、その下なんですけど、最近のレノボ、最近のデル、最近の HP、最近のマウス製品とか並んでるとこがあるんですが、ここはもう誰も見てないね。そうなんだ。ここね、自分的にも入れようかどうか迷ったんですよね。もしかしたらいらないかな。あんま必要ないですかね。どうなんでしょう。訪問者の方どう思ってるんだろうね。もし要望とか感想とかあったら、この動画のコメントに書いていただけるとありがたいですね。可能な範囲で対応したいと思ってますので、よろしくお願いします。